HDOE 第2回クロト観測レポート HDOE とは HDOE ハイディメンションオブザベートリーアイズは高次元領域で発生する現象をつぶさに捉らその内容が意味する事柄を三次元世界の私たちが理解できるよう様々な表現を用いてプロットする総合的な時空観測システム観測機器は 地球と月の地表及び軌道上に多数設置されており各種観測衛星や宇宙望遠鏡群と連携を図りながら実験的に運用されている前回レポートの用紙今回の観測プラン第1回クロト観測は主要な観測ポイントにある機器のみを用いて6月に簡易実施された成果として報告されたことは次の3点、1. 全般的にアバウトだが一部は明瞭に検出できた。2. 基本的な表現手法でも十分理解できた。3. 稼働数の増加により精度の向上が期待できる。この結果と先日発生した謎の穴を踏まえ、今回の運用計画には、以下の新要素が盛り込まれた。1. 運用機器の数量を増やして検出感度を上げる。2. 表現手法を磨いてよりわかりやすくする。 3. 謎の穴を観測対象に定め、現象の細部を深く掘り下げて事実を明示化する。見出せた内容、見出せなかった内容。獲得した成果は、次の4点。1. 前回と比較して約3倍となる機器群を稼働し、感度が大幅に向上した。2. 新たに採用した流動的モーショングラフ手法により、 6D カメラの取得データをより直感的に理解できた。3. 謎の穴周辺で発生した大規模な異次元間相互変換作用を鮮明に捉えた。4. 謎の穴とつながれた次元ルート上に人類とよく似た種類の生体反応が記録されていた。次回以降に取り上げるべき課題は以下の通り。1。検出データに含まれる揺らぎを抑えて処理負荷を軽減すること。 2. 各種フィルターを適宜切り替えて最適な観測環境を安定確保すること。3. 謎の穴を通って訪れたと思われる存在を地球周辺で発見すること。4. 何らかのメッセージが混入している可能性を踏まえ取得したあらゆる信号をより緻密に精査すること。取得データの分析結果が示す事実。 HDOE の売りともいえる 6D カメラ群が捉えた多次元観測値データは非常に膨大である。分析にはそれなりの作業量を伴うのだが世界各地の専門機関で活躍するスーパー AI たちにより処理に要した時間はわずか30時間余りだった。流動的モーショングラフとして表現された結果からわかることは謎の穴が複数の高次元をさまようように横断し 三次元空間へ漂着したと思われることと、そのルート上に人類とよく似た種類の生体反応が見られたということ。今後の計画、期待できる成果。第3回プロト観測は1月に予定されている。それまでに起動される観測機器の数は約100機。全部とはいかないまでも大半は使用可能であろうから、さらなる精度向上が期待される。また、 先に述べた課題が観測プランに採択されれば、観測と処理に必要とされるコストを小さくでき、外的要因に左右されない、安定した観測環境も確保できる。担当者たちの奮闘を、心から願う。まとめ。以上のことから、HDOE、第2回プロト観測は、無事成功を収めたと言って差し支えない。予想を超える発見も得られ、関係者一同、 歓喜に湧いている。しかしながら、道はまだ半ば。HDOE システムの試験運用開始は4年後、本格運用開始は6年後とのこと。設備、連携、手法などをアップデートし続け、その本業が、高次元に対する理解へ大きく貢献するよう、深く祈る。ME14 年、10月1日。ドームセブン、ムーンガザ大学時空学部。 研究補佐員、和田白水。